NCT ドリーム7人の恋の弱点・欠点を西洋先制術で占ってみた。ジェミンの恋愛の弱点としては自分ではわがままをしているつもりは全くないんですけれども結果的に相手から見るとわがままになってしまうわがままに移ってしまうっていうことですね。 というのもジェミーは楽しいことが大好きで恋人とデートをしている時もとにかく楽しく一緒に過ごそうよという感じで一日中活動的にデートを楽しもうとしますし実際に本当に楽しいんですけれどももともとの性格が俺様というか自分についてきてほしい俺についてこいというようなタイプで相手のことなどを考えている余裕があまりないため恋人から見ると なんでこの人はいつも自分のペースで私を振り回して、本当にわがままだなと、もうちょっと私のことも考えてくれてもいいのに、自分勝手なんだからと、そういう風に思われがちっていうことですね。ただ、このわがままなところもジェミンの魅力の一つなので、無理に直そうとするとジェミンの良さが消えてしまうっていう風にも考えられます。 ですから無理して直さなくてもいいのかなと思うんですけれどもやっぱり振り回される当事者としては時々疲れたり呆れたたりりってことはあるんじゃないでしょうか。またジェミーは外見的にはとても美しくてまさに美形と言ってもいい顔形なんですけれども性格的には良くも悪くも非常に男らしいというところがあります。どういうういいととと、ころが男らしいのかというと 自分が欲しいと思った女性に対してはその人に彼氏がいようと何だろうと突き進むっていうところがあるんじゃないでしょうか。この人がいいとなったらこの人のことを手に入れたいと思ったら脇目も振らずに突進して必ず手に入れたいと思ってしまうタイプですね。ですからジェミンは自分がいいなと思った女性に恋人がいる。 彼氏がいるっていう状況だとしてもそこで素直に諦める、れがもとでトラブルになるっていうこともあるかもしれませんけれども女性としてはそこまでして自分に果敢にアタックしてくれて一生懸命になってくれる姿それもこのイケメンがこんなに一生懸命私を手に入れたいと頑張ってくれているっていうのは。 心打たれると思いますし今の恋人と別れてジェミンと付き合ってしまうっていうことがありえるかもしれませんそして実際に付き合ってみたら意外とわがままで自分を振り回すとそんな感じなんじゃないでしょうかただわがままな性格っていうのは恋愛においては決して悪い面ばかりではなくて逆に異性を振り回しがちな人ほどモテるっていうのがあったりしますね ジェノの恋愛における弱点なんですけれども、これは恋人関係の時というよりも、結婚してからの弱点になります。それはお金にうるさいという点です。ジェノはお金に対してしっかりしていて計画性があるという面を持っていて、自分の衣食住のためにはお金をかけるところはちゃんとかける、しかし無駄なところにはかけたくないと、そんなしっかりした面を持っていると思います。 これは散財をしてお金がたまらないですとか、衝動買いをしてしまうよりはずっといいと思いますしこのような金銭感覚の人と結婚した方が女性としても良いとは思うんですけれども時に奥さんのお金の使い方に対して文句を言ってしまったり口うるさくなってしまう時があるかもしれません。いつもではないんですけれどもそんな傾向があるんじゃないでしょうか。 付き合っている時はそこまでお金に対してうるさくはないと思いますし恋人としてはそのようなしっかり具合がわからないと思うんですけれども生活を一緒にしたり結婚するとだんだんと分かってきますね。結婚相手がジェノ以上に金銭面に計画性がありしっかりしている方だったら問題はないんですけれどもそこまで細かくないしどんぶり感情な人ですと な何で,でそんな無駄なものを買うのとそんな風に言われそうですね。ジェノは節約や貯金が上手っていうところもあると思いますから同じじよううなな資質を持った女性性でですと、相性がいいんじゃないんゃしょうか。逆に貯金が苦手節約などもなるべくしたくないという女性ですと恋人の時はまだいいんですけれども結婚してからは意見が合わなそうです。このような、 堅実な性格のジェノでもストレスが溜まりすぎるとお金を使ってストレスを発散するっていうところがあるかもしれないので他人のことは言えないんですけれども基本的にはお金の面ではきちんととしていいる方だと思います。金銭感覚が似ている常識的なお金の使い方をして貯金が上手な人の方が相性が良いと思いますチョンロ会長の「 恋愛の問題点としては、マニアックすぎる人を好きになってししままううという点があるかもしれません。なぜかというと会長は一般受けするような女性やみんなに人気があるような誰が見てもあの人いいよねというようなそういう女性には興味はあまりなく自分だけにわかる良さ自分だけがわかる魅力あの女性を選ぶなんてさすが見る目があるね 普通の人とは違うね。さすが会長と言われるような女性が好きだからですね。なので、周りから理解されないようなマニアックな女性を好きになってしまうという傾向があるかもしれません。別にマニアックな性格、または個性的すぎる性格の女性を好きになっても全く問題はないんですけれども、やはり個性的すぎる女性というのは、 結婚するにはちょっと向いてないかもしれません。恋人の時はそれでいいかもしれませんけれども結婚して子育てをする家庭を共に営んでいくとなった際に普通の感覚や常識などがあまりなく子育てや家事などをちゃんとしないですとかいきなりどこかに出かけたままなかなか帰ってこないですとか子どもの教育よりも他のことに興味があって全く家庭的ではないですとか やはり個性的すぎるマニアックすぎる方っていうのは共同生活には向いていないっていうところがありますですからそういう人を選ぶと結局苦労するのは会長なんじゃないかなと思いますねただ会長の場合はもともとお金持ちですしチョンロ会長本人の金運もものすごく良いです家の資産もある上に自分でもお金を稼ぐ能力もあり おそらくこれから莫大な金額を手に入れるまたはすでに持っているっていう特徴がありますのでたとえ変わった個性的すぎる奥さんだとしてもそして子育てをちゃんとしない家事をちゃんとしないという面があったとしてもお手伝いさんを雇えばいいですし子どものことをきめ細やかに見てくれる人を雇えばいいかもしれませんしお金で解決はできそうです。 マークの恋愛の弱点点は、楽観的すす。ぎるるとといいうがあ思ま具体的には恋人の時は楽観的な性格のマークは一緒にいて楽しい雰囲気を振りまいてくれて恋人自身も楽しくほぼ問題がないと言えるんですけれども逆に「なんてこの人はいつも明るくて楽観的で人生を明るく捉えていてポジティブだしいいな」と良い面しか見えないと思います。 実際マークは本当にポジティブ思考で失敗したとしてもあまり引きずりませんしそういうところはとてもいいですねしかし結婚した場合にこの楽観的すぎる性格が家族にとってはちょっと迷惑っていうところもあるんじゃないでしょうかというよりも結婚する前にこの楽観的すぎる性格が足を引っ張りそうですというのも 恋人がいて結婚したいなと思ったとしてもあまり計画性がなく結婚についても何とかなるやとしか思っていないので恋人としてはもっと計画性を持って結婚の予定を立ててほしいそれでなくても有名人なんだから結婚する,するなら何年後ですとかいろいろ考えて行動してほしいと思ってしまうと思うんですけれどもそういうことは考えず なんとかなるだろうと、あまりにも適当というか、楽観的すぎるところがあるんじゃないでしょうか。ですから、マークの恋人になる人は、このマークの楽観性を補うような計画性がある方がいいと思いますね。しかし、計画性があって、上から目線でマークに命令したり、マークにいろいろ指示をしても受け付けられませんので、上手にマークを導いていく。 実は自分が決めているんだけれども、マークに決めさせているような雰囲気を出して操っていくというか、そのように陰でリードしていく必要があると思います。そして、この人は楽観的すぎて、あまり物事を深く考えていないので、自分がちゃんとその部分をカバーしたり補う必要があると、そういうふうに初めから思ってしまった方が良いですね。 これが2人とも楽観的な性格ですととんでもない失敗をしそうなのでやはり片方はしっかりしていて計画性があって楽観的な面ばかりではない人がいいんじゃないでしょうか。しかし基本的には楽観的な性格っていうのは人生においてとても良い作用をもたらしていると思います子孫の 恋愛での問題点なんですけれども、波乱万丈な恋愛をしがちっていうところがあるんじゃないでしょうか。そしてこの波乱万丈さを本人も良しとしている、楽しいと思っている、波乱万丈でもそんなに気にしていないっていうところがあると思います。ただ旗から見ると、あの人はいつも変わった恋愛をしているよね、落ち着いていないというか安定しない恋愛をしているよねと、そういう風に思われてしまうと思います。 そもそも子孫の好きな女性のタイプが変わっている人、個性的な人、奇抜な人っていうところがあるので、周りの人からなぜあんな変わった人を選んだんだっていうふうに思われがちです。いつもそうではないんですけれども、そういう傾向はありますね。好きな女性のタイプだけではなくて、服装ですとか、他のことに対しても平凡なものよりも非凡なもの、周りのみんなが、 驚くようなそういうものに対して魅力を感じるという傾向がありますこれは子孫が持っているもともとの性格なので変えようと思っても変えることはできませんし無理に変える必要もありませんそして波乱万丈になってしまう理由としてはやはり相手選びが変わっているというか変な人を選んでしまうというところもあるからですね 社会的に見てちょっと問題があるんじゃないかですとか性格的に見てちょっとおかしいんじゃないのっていうような人を選んでしまってだけどそういうところが好きこういう変な人だから好きっていうふうになってしまうんですね。子孫と全く同じ恋愛傾向を持っていいる方方がいてその方は女性なんですけれれどもも恋人人が暴力を振るうような人でそれででそ好きで結婚してしてまい 苦労をしているっていう方がいますしかしそんな変わった相手を選んでしまった自分を責めていないというか後悔していないというかしょうがないんだよね自分がそういう男性が好きなんだからと達観している部分があるんですねまあこういうふうに子孫が全く同じような状況になるとは思えませんけれども子孫にとっては社会的な常識や一般的な女性を選ぶ基準よりも 自分のマイルール、自分の基準や自分だけの常識が一番大切っていうことです。そのように自分のルールや自分の基準を一番尊重できるっていうのはある意味いいことなんじゃないでしょうか。へちゃんの恋愛の問題点としては駆け引きが上手すぎるっていうところになるんじゃないでしょうか。駆け引きが上手いのはいいことでもあり、実際 駆け引きが上手なため非常に女性にモテると思いますこれは自分が駆け引きをしてやろうですとかそういうふうに思っているわけでは決してなく天性のものですね 女性が言ってほしいなぁと思うようなことを自然と言えたり女性の長所を見つけてさらりと口に出すことができたりコミュニケーション能力がもともとあって女性を変な意味で緊張させないような雰囲気を持っていたりとそのような資質を持っているため自然とモテてしまうと思うんですね。 ヘちゃんのようにここまでイケメンでかっこよかったら女性は自然と緊張してしまって自分を出せないっていうところがあると思うんですけれどもヘちゃんはそのような変なな緊張感を女性に抱かせいいいっていうとところがあると思います。それは自分も肩の力がいい具合に抜けていて友達感覚で女性と話すことができて相手の緊張をほぐすような態度で接することができるからです。それれはととてもも、いいことなんですけれども 女性に対して押したり引いたりが自然とできてしまいそのような天性の才能があるため女性から見ると「この人は駆け引きがうますぎる私は遊ばれているんではないだろうか私をモテ遊んでるんじゃないだろうかと」となんかモテるしやっぱり私はモテ遊ばれてるよねってそんなふうに思われがちなところもあると思います。みんんななからそう思わわれれるけけではないんではいすけれども、 そすね。特にへちゃんとは正反対の性格のノりがあまり軽くなくて何事も真正面から受け止めて裏の裏まで考えて慎重に行動するような女性ですと余計にこの人は私に駆け引きをしている自分に夢中にさせるために駆け引きをしてるんじゃないか。 嫌だなっていうふうに思われてしまう可能性がありますそんなことは決してないんですけれどもそれが自然とできてしまうのがヘちゃんの良いところでもあり欠点でもあると言えるんじゃないでしょうかですからヘちゃんと相性が良い女性というのはそこまで深く考えずヘちゃんと同じように駆け引きが上手だったりそういうことが自然とできてしまったりするような似たような価値観の持ち主の方が合ってるかもしれません ロンジュンの恋愛の弱点なんですけれども、付き合う相手に影響を受けやすいという点になります。ちょっとこれは意外でしたし、今までこのようにロンジュンの占いで言ったこともなかったんですけれども、今回改めてロンジュンの恋愛の欠点を占ってみて。ああ、こんなに影響をされやすいところがあるんだとびっくりした次第です。ロンジュンは仕事においては非常に自分というものをしっかり持っていて。 行動力ももああり、り、計画性もありとても優秀な方なんですけれども恋愛とととなるとちょっっ変わってしまいまいす。付き合う相手によって自分の趣味や好みなどが変わってしまったり相手に影響されすぎて傷つきやすくなったり相手の態度や言葉に一喜一憂したりとそういうところがあるんじゃないでしょうか特に恋愛の最初の頃はそういうふうになりがちです。そして、 相手に影響されやすく、傷つきやすいタイプなので、恋人選びは慎重にした方が良いですね。変な相手ですと、悪影響が出るということになります。そして、恋愛でうまくいかなくなってくると、不健康な生活になってしまう危険性があります。毎回そうなるわけではないんですけれども、普通の人よりもそのように恋愛のダメージが心身に来てしまうっていうところがあると思うので、 そこは気をつけた方がいいいんじゃないでしょうか。ですから論じゅんの恋人になる人は本当に心から優しくてボランティア精神がありサービス精神もあり純粋な心の持ち主の人がいいですね。たとえ不器用だったとしてもそのような純粋さがあれば論順に悪影響は与えないんじゃないでしょうか。まあこのように言いましたけれども確かに論順には繊細で傷つきやすい面があり 恋人や恋する相手の影響を受けやすい点はありますけれども、それとは逆のものすごい精神力の強さや自分を貫く強さも社会的には持っていますので、そんなに心配はいらないんですけれども、ホロスコープを見て気になった点を挙げてみました。終わりです。NCT ドリームの旅動画は説明欄から。